あ、ここね、どうしよう。見てちょっと分かるかもしれないんですけど、はい、茶色い焦げ茶色のお社があります、はい、あれが江戸時代、はい、お菊さんがいた時代からあった御社殿なんです。神流川が落ち合う、うん、お菊さんはお白子さんの管理をして、うん、神様に頼まれて、うん、でそのお白子さんも参拝者がいっぱいいれば、うん、お白子さん、うん、稲荷修行を始めた狐さんたちに仕事を与えてあげられる、うん、だけど参拝者が少なければ、うん、仕事場がっていうか活躍の場がない。そうするとせっかく稲荷修行を決心した狐、うん、さんたちが野狐に戻って、うん、ヤギ、あーそうかそうか、なるほど、戻ってしまうと。それを一番お菊さんは心配したみたい。だから参拝者が増えれば、うん、昔みたいにいれば、例えば、うん、ね、千人いれば千組のお白子さんが配属されて仕事ができると、うんうん、例えば病気を治してください、うん、とかっていうお祈りをしたい人がいたとすれば、うん、神様はこの場所から動けないんです。うん、なんでっつったら他の人とかいろいろ願い事を聞かなくちゃいけないんですから、うん、だからじゃあ、うん、お前たちここに一組のねお狐さん、うん、中にもお狐さん、うん、いっぱいお狐さんはここにいらっしゃるんです、うん、でじゃあこの今お参りした人にはここにしろ、うん、あにしろって言って巻物を持たす。野狐、ヤギ狐と、よく狐にだ、ね、うん、騙されたとかっていうでしょ、タヌキに、はい、そういうのにいる、うん、人間に恨みを持ってる動物霊、うん、とはお前たちは違うんだよっていうんで、こういう奉仕の玉をお狐さんに持たせてくれる。それでもね、巻物はね、分かるんですけど、はい、その玉がね、なんだろうって思ってたんですよ。だから野狐さんとお前たちは違うんだよっていう証です。神様の、ね、簡単に言えば指令書です、あの巻物が。なるほど、だから神の使いで一番面倒見のいいのは、うん、私はやっぱり、うん、お白子さん、お狐さんだと思ってます、うん、だから神様、奥の狐さんは右手に巻物を加えてるでしょ、うん、この狐さんはあれ左手の方の狐が加えてる、うん、これは大正天皇の時代にそうに変わっただけなの。あ、そうなんですね、うん、本来、うん、お狐が、うん、右に来るお狐さんが、うんうん、お狐で、左手に来る狐さんが目狐さん、へえ、で、オスの方に巻物を渡す、はい、左手のメスの方に帽子の玉を渡す、へえ、で、それが大正時代から入れ替わったんです、うん、あ、なるほどね、そういうことなんですね、感じで捉えてもらえればいいなって。